せーの、こんにちは。今日は、はい、グローバル金坊さんのタイアップとなります。イエーイ、ありがとうおなじみの今日はここアットコスメにお邪魔してます。ここはただいまっていう。ちょっと見てくれる？すごい、今日お召し物が素敵ですけれども、憧れの PA さん。おー、ね、これは金坊のビューティーアドバイザーの方のユニフォーム？そう、うん、そうなんです。あと制服も準備してくれて、はい、今日はさやこさんにこの格好であることをしていただきたいと思っております。あることをします。何、はい、かわからんけど。本日の企画はですね、はい、アットコスメに先着1名の美容沼ボタンがあったら押す、押さないモニタリング。イエーイ。沼って書いてる、沼って書いてる。アットコスメに金棒特設スペースを設置。特設スペースには先着1名美容沼と書かれた違和感たっぷりのボタンが。今回お客さんには仕掛け人と2人1組で来ていただき、何も知らないターゲットをモニタリングしていきます。じゃあこれ押したらあそこが光って最後さんが出てくる。そうです。あそこから出てくるのね。なるほど、はい、絶対驚きますよね、お客さん。しっかりやればいいんでしょ。はい、任せて。もう光ってるから。あ、本当ですか。今回ね、お客さんにご紹介していただきたいのがこちら、金棒のウォーターサプライ UV 美容液ウェールオブデイ。あ、完璧やね。でもこれ普段さやこさんも使われてる。私使ってる。もう3本目くらいかな。へー、うん、これ使い出して、あと首まで塗るのが大事って思ってるから、そういうところをしっかり伝えればいいわけでしょ。確かにそうですね。そうだよ、そういっぱいあるからやっぱ、ね、言えること。もうすぐね、お客さんが入ってくるはずなので。おー、ちょっとモニタールーム、あそこに配置させられる、はい、モニタールーム見てみよう。見てみようか。ね、まんちゃんさ、ひよんちゃんって知ってる？ひよんちゃん、前ね、ちょっと話題になってましたね、私たち。そうなの、なんかさ、ファームでさ、うん、めっちゃ可愛い子が並んでるって思って、うん、ファンなんですって言ってくれて、ありがとうございますって言ったら、ちょっとざわついたの、並んでたお客さんが。ひよんちゃんって聞いたら、うん、後ろからひよんちゃんのお母さんが、うん、前のめりに、YouTuber なんですって言って、はぁ、すごい。ほんで、そのひよんちゃんが今日来てくれる。あ、でも本人知らない。あ、さやこさんが出てくることは、そう、え、相当びっくりするんじゃないですか。でも、でもそのラテベース販売した日のひよんちゃんはファンです。全然テンション上がってなかったの。ひよんちゃんがすごい求めてるリアクションを取ってくれるかは分からないけど、そこも見どころです、ね、でもね、好きでいてくれてるって気持ちはね、すごい嬉しいなと思って。もう、あら、じゃあ上がってくるんじゃないですか。今ボタンまず押すかどうかだよ。さあ、ほんと、もういらっしゃる。ひよんちゃんじゃん。今カメラに映ってないけど、動かして、買ってくれなきゃ意味ないから。でも結構反応良かったです。
今日はね、はい、ちなみに金坊さんのベイルオブデイという美容液なんです。まだ使ったことがないですか？私は、はい、もしいいと思ったら、うん、ご購入いただければ嬉しいなという企画になっております。もうすでに購入したくなっちゃった。沼だね。引きずり込んだ。引きずり込んでるよ。じゃあひよちゃんちょっと手書いてもいいですか？もちろんもちろん。伸ばしてみると。クッションの良さ。そう。柔らかくって肌馴染みがいいこのクッションと、うんうん、これ SPF 値50の PA3 プラスという、はい、そう SPF 値なんですよ。化粧水乳液した後に、うんうん、またこれ塗っていただけると、うんうん、夕方まで潤いながら日焼け止め対策ができるという。でもこのクッション大好きなので、うん、私ひよちゃんにも使ってもらいたいんですけど、うん、私個人的にひよちゃんのお母さん、うん、あお母さんにもらってるぐらいなんですよね。お土産で持って帰ってほしい。確かに。ひよんちゃんはもう1本確定したから。あ、お母さんの。お母さんの持つ2本目を。さすがですね。ほんまにもう絶対使えると思うので、ほんまに買っていってほしいです。そうですね。2本じゃお願いしてもいいですか？あ、2本。あ、2本。あ、このひよんちゃん、はい、あそこに待ってくれてるマネージャーさんとかもいるし。うん。3本。3本。ひよんちゃんは。1本、お母さん、まあ、あとマネージャーさん、あと誰だ？これは押し売りってやつ。ありがとうございます。ありがとう。嬉しい。うまかった。喋りもうまいし、コミュニケーションもすごい。おすすめポイントもしっかり押さえてて。うん。さすがだな。うん。もうすぐ足掴んでたもんね。なんか沼に引きずり込む。ちょっと強敵みたいです。おちゃんと取れたか大丈夫かっていう心配もあり、ちょっと友達に来てもらった、うん、おただ友達とはいえ結構手強いな。あの万太郎変身企画の時にいらっしゃった直接おばばだから、うん、でも美容にも絶対詳しいですね。そうなの。頑張ってちょっと売ってくるわ。はい、いらっしゃったんじゃないですか。すぐ分かるんだけど声がさ、ちょっと押すんじゃない。あー押した。すごい勢いで。すごいわあなた。すごい出稼ぎに来てるのね。牧場からご機嫌よ。ちょっとひとまず私にまずもう話させて。そんな茶番だわ。すごいわなんだ。試してもらったらわかるから。いってらっしゃい。あ、意外と軽い。え、これ SPF ちゃんと入ってる？入ってんのよ。びっくりするでしょ、この伸びで。わかる。 SPF ちゃんと 50?50 じゃん。あ、すごい。あれ、仕込まれてる。仕込まれてる。え、すごい。本当にすごい。これよくできてる。これは簡単じゃないか。感触はかなり、うん、え、すごい。お気に入ってる。でも高そうよ、これ5000円1本。意外と安い。おいけるかもしんない。いける。ちょっと待って、ちょっと待って、押し売り感がすごい。ちゃんと決めて。大丈夫。でもね、これは本当下地としても使えるし、はい、浮かないの。あの、ガビガビしないの。あと、すごい。え、びっくり。やめて、うるさい。うるさい。お母さん、手冷たい。働いてる。頑張って。頑張って。すごい使い方。やめて、寒い。お茶のお花を使ってるの。結構フローラルじゃない？うん、フローラルだけどデパートの1階みたいに強くない。そう、うん、これ何なんですか一体。100万回説明してるんですけど、いや、これはこれ、うん、これはもう買ってもらうってこと。でもね、もう心配しないで大丈夫。こっちはね、こ請求書ももう準備してあるから。はい、どうぞ。金棒ベイルオブデイ100本。いやだから修正しとくわ。50本。いやいや、ちょっと待って、1本よ。でも来週から撮影にロサンゼルス行くんですよ。おガビガビ絶対したくなかったんで、確かにやってみたい。ありがとうございます。おあなたが買いなさいよ。何よ。あなたの方がお金持ちだもん絶対。そんなことないから。本当買ってくれたら。じゃあね。あ、それの終わり。一応ね、この一般のお客さんの時は、うん、エキストラの方もいらっしゃって、あ、もう人はやっぱうろうろしてる。あ、もうすでに近くにいらっしゃってるよ。見つけてるよ、うん、あれ、二人組の女性、うん、親子。あ、沼見つけた。怪しんでる。あ、前に来たよ。見てる。あ、押してる。押した。ですね、さやこさんのことが分かったみたい。ありがとうございます。泣いちゃった。どうしよう。泣いちゃった。泣かせた。泣かしちゃった。ち
と緊急事態発生。今日はですね、カネボウさんのウォーターサプライ UV 美容液ベイルオブデイという、うん、美容液のプロモーションで私カネボウの美容部員さんとして接客をさせていただきます。よろしくお願いします。めっちゃ可愛い。泣いても進める、やっぱもうベテラン BA。 ベテランぶり、もう泣いても関係なし。SPF50 の PA3 プラスという。あ、聞こえてます？聞こえてます？もう多分胴体まで押し押し入れてる、沼に。伸ばしていただけると、あ、いい感じ。ありますよね、うん、馴染みもいいですよね、うん、で、これ継続補水って言って夕方まで潤い続けてくれる商品になるんですけれども、うん、一回、いい匂いですよね。もう沼に入ってるわ、これ完全に、うん、何言っても。それこちらね、もし、ね、気に入っていただけたら、ね、購入していただけるかなっていう企画になってるんですけれども、ご購入はいますよね、こんなの。購入していただきます。出た、入りました。ありがとうございます。失礼しました。ありがとうございました。走って戻しました。はい、売れた。さすが、お疲れ様でした。さすが、すごいね、ビューティーアドバイザーで。ちゃんとできてたかは分からないけど、ね、でも計何本、うん、ピヨンちゃんが3本、深見さんが1本、うん、お母さんと娘さんで6本。すごい。カネボウさんもアットコスメさんも今日一日私をここで話し飼いにしてほしい。売り上げ立てるよ。でも楽しかった。お客さんの反応もすごい面白かったですね、それぞれちょっと色々。いや本当に深み以外の皆さんみんな可愛かった。深みさんも可愛かったです。さゆこさんがおすすめするポイントもちゃんとしっかりこの製品のことを押さえていて、うん、塗ってる感じとかもすごい様になってて、あ、本当全然違和感なく、うん、まあね、あの日々使ってたから言いやすかったっていうのもあるかもしれない、うん、今日はね、カネボウさんのタイアップ企画でしたけれども、まあ、今回ここあのアットコスメさんで撮影させていただいたんだけど、今アットコスメさんが 10%ポイントバックやってるらしくって、うんうん、このベイルオブデーも今この期間なら 10% ポイントバックになるみたいな、皆さんぜひアットコスメのサイトをチェックしてみてください。そして全国のカネボウさんでも販売してるので、ぜひ皆さん手に取って試してみてくださいね。カネボウさんのベイルオブデーのタイアップ企画でした。ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。協力ありがとうございます。めっちゃ実はモニタリングただでくれるの。すごい、嬉しい。ありがとうございました。